前回の続きかと思った。騙されたなお前ら。急に視聴者に対してキレていくスタイル。2部でございます。ツッコミ担当のマリサだぜ。アイドル担当のモナだよ。いや、なんでいるんだよ。ふふふ、騙されたなお前ら。何すかそれ、人気なんですか。フランだぞ、よろしくな。お前らそれを有効語にでもしたいの。そう思うならさっさと始めろよ。できました。どうしてこうなったし。あと、大きな家を作ってニート生活したいですね。ついにマイクラでもニート生活するのかお前。うるせえ、人類皆ニートなんだよ。その偏見しかない哲学。視聴者の皆さんはぐーたら生活していますか。まあ別に聞いてないんですけど。さっきの無言の時間を返してくれ。シルバーフィッシュが出てきたね。いやお前荒ぶりすぎだろ。それでハスローモーションでもう一度。いやリプレイしなくてもいいし。食ったピッチェルが見事にどれも当たってなかったな。この時ボケーっとしながら掘ってたので本当にびっくりしました。カールって美味しいよね。急にどうした。皆さんはネザーというものを悲観的に捉えすぎです。マグマダイブ、マグマダイブ、マグマダイブ。たくさんの恐怖があなたを襲うでしょう。インマグマダイブしかなかったんだが。しかしですね、ネザーは怖いところではないんですよ。言うなれば修学旅行の京都並みの難易度なんです。すいません、よくわかりません。ということで、今回はネザーなんて怖くないさ、ネザーなんて嘘さ、教会の会長がこの動画にやってきてくれました。何その同僚みたいな教会。ツンドリペペペモナリーナ会長です。お願いします。いやどこの国のやつだよ。どうもどうも、ツンドリペペペモナリーナ会長です。いやお前モナじゃねえか。拠点前にあった森林をすべて伐採しました。もう環境破壊が始まったのか。まあ露天掘り始めたら全部なくなるからね、しょうがないね。ちなみに拠点上も丸石最終場となりました。そのテントッポってすげえよな。最後までチョコたっぷりだもんね。どうして急にトッポの話になった。では皆さんこんにちは、ニグでございます。では皆さんこんにちは、モナでございます。では皆さんこんにちは、フランでございます。急に自己紹介しなくていいです。どうしたんですか、牛さん。こんなところにいると落ちてしまいますよ。ふむふむ、なるほど。少し前までは雄大な自然があったのに、どうしてこんなことになったんだ。だって、それは人間という生き物がやったんだよ。僕もこんなことになって許せない。二人で力を合わせて人間を倒そうじゃないか。そうだ、君ならできる、絶対に。え、どうして穴の方に押しているんだ。だって、いやいや、そんなことないよ。自分は牛さんを突き落としたのお前なんですけど。ということで、整地しました。いや、何してくれてるの。やっぱりサクサクしないとダメなんですよ。パート3で岩盤採掘する実況は見たことないんですが。この動画は3割の茶番と7割のお色気要素で構成されてるから大丈夫だよ。すいません、実況要素例なんですけど、しかもお色気とか全くなかったんですが。私が脱げばワンちゃん。この動画 R18 になってしまいます。読んだ？変態はお帰りください。どうも皆さんこんにちは。ポケモンって難しい、ニグでございます。先日初めて色違いポケモンが生まれた、モナだよ。いやさっさとマイクラやれよ、不安だぞ。トンガフット。私のキャラが全く定まってないことも問題だね。モナだとしてもいつもは用務のゆっくりだし、この顔を浸透させたいのよ。どうしてこうも寝たいんだ。ということでモナさんは銀と白あたりの髪に青い目のこんな顔です。見つけたらすぐに110番を。いや指名手配じゃねえし。あとモナのイラスト、こんな立ち絵も募集しています。そこの視聴者ども、いかがわしいイラストも募集しているからね。いつか惹かれようか、いや、死のうか。慈悲はないんですね。この建築は私の建築力が試されますね。まあお前には皆無なんだろうけどな。いやいや、私の類まれなるゆっくり実況者力を舐めないでください。拠点で予想の斜め下を行きやがった。さすがにこれだけが拠点じゃないですよ。まだ隣にありますよ。さっき作ってたやつだね。この建物は本当にすごいですよ。こちらは休憩スペースになっています。ベッドの数多すぎだろ。レッドストーン、金ブロック、鉄ブロック、ダイヤブロックで。
軽量型作業台の完成。これでついにクアーリーを強化できます。これはラグラージの陰謀だ、そうに違法薬物とかはやっていたんですか？断固としてやっていません。動画を見ている視聴者への謝罪はどうするんですか？今第三者委員会を設置し厳正なる判断をしてもらっています。ちなみに中はジューシーって何の食べ物ですか？ファミマのハッシュドポテトです。シャドウバースの今の環境について一言お願いします。アリストクラキそこは絶対にナーフするべき。今回の騒動について何か弁明はあるのですか？いや何こ、これはある言葉を言われた私ですね。これはもう、鈍しんだな。いやなんで私が言った扱いなの。今後あの言葉を言ったらこの顔にチェーンソーを持って突撃隣の晩御飯しますからね。ジェイソンか何かですか？それでは次のイラスト。はい、アウト。うるさすぎるわ。経験値を得たーい。どうした急に。もう季節は夏じゃないですか。夏と言ったら海、山、肝試し、夏祭り、花火、カップル。だから経験値を集めようと思いまして。ごめんなさい、辻褄が全く合っていません。そのためにまずは有り余るダイヤでダイヤ防具を作ります。有り余るよな、有り余ると。さあ、始動しましたね。早速見に行ってみましょうか。採掘場所にやってきました。なんかもう、すごく早いな。これが工業の人の実力ですよ。これで私も世界征服できますかね。やってること環境破壊ですよね。まあ、私のセリフがないんだが。土でも食ってろ。土でも食っ。ふう、今日もいい天気ですね。今日もこの世界で遊んでいきます。どうも皆さんこんにちは。さっきのは何だったんですか？とりあえずここの施設と自由形とレリック台座を撤去しましょう。実を言うとこの自由形とレリック台座が最もマイクラを重くするんですよね。まあ時間をものすごく加速するからな。なので、これからは自由形を置く数を最小限にしたいですね。とりあえず15個設置してみました。さっきの最小限にするとは一体。すいません、未だに私のセリフがないんですけど。土でも食ってよ。弱せねえからな。あのですね、これはこうやって言うことで視聴者の笑いを誘うやつなんですよ。ですから、そうやって潰されると。ひぃ、怖い、怖いですモナさん。無言の圧力やめてください。怖い、怖いから。そうだ最近ザリガニが美味しい季節になったよ。あいつはいいやつだった。勝手に個人扱いするなし。ということで、なんか拠点付近が殺風景だったのでこんなのを作ってみました。木のまな板と鉄のまな板と。なんでよ、まだ途中しか行ってないじゃん。高校生クイズ並みの早打ちだったよ。アマゾンしか言われてないのにワニとか答えるレベルだよ。例え方がニッチすぎる。まあこれは誰かを抽象しているわけじゃないんですよ。皆さんの心にはこれが何に見えているかは知りませんがね。絶対に地中海に沈めてやる。ひらけ。つけてみるとこんな感じですね。なんかもういろいろと真っ黒だな。なんか死のもん開きそうだぞ。なんでそんなわかりにくいネタを仕込んでくるの。なんか今度は逆に赤いな。防具、レッドカラー、近未来、ひらめいた。サンライズに怒られるからやめとけ。え、なんでこんなことをするんだ。だって坊やだから。嘘です嘘です、ほんのジョークですよ。今流行ってるゆっくり実況ジョークですよ。すいません聞いたこともありません。あら、マリサさんゆっくり実況ジョークを聞いたことがない。ゆっくり実況者の中で流行っているあの一大イベントなのに。これはもうの湯しかない、このビッグウェーブに。最後だけ全く関係ないんですが。それで旗飯に礼を一つ。やあ、ニグじゃない。お、どうしたんだいモナよ。なあなあ聞いてくれよ、昨夜こんなことがあったんだよ。なんだいなんだい、ピーナッツクリームよりも面白いことがあったのかい。それがだな、ずっと見ていたゆっくり実況者の動画がいつの間にか毎日投稿になっていたんだよ。だが、今は夏休み、数分くらいの動画なんて朝飯前なんじゃないのか。ところがどっこい、ここからがミソなんだよ。その実況者、なんと違うゲームの動画も上げていて、1日2本、時に破産本上げているんだ。おいおい、それは手が4本くらい生えていないとできないぞ。もしかしたらその実況者は怪力なのかもな。あっは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 。いや何も面白くなかったんだが。いやいや、さっきのがジョークなのか。そうなのか。まず最初にアメリカ漂う話し方にもイラッときたし。なんだよピーナッツクリームって、わかりにくいわ。しかもなんでお前ら二人でやってるんだよ。せめてフランも誘ってやれよ。フランもう壁際でずっと座ってるんだぞ。生まれ変わるならお雑煮になりたい。俺もうなんかわけわからないこと口にしだしたぞ。そうだ、円周率を数えるんだ。円周率を数えれば全国のスプラトゥーンを転売している人が隕石に当たって病院送りになるんだ。おいおい、ついに滅びの呪文を唱えにかかったぞ。このままじゃ地球がフランの手で滅んでしまうぞ。とにかく落ち着け。そうそう、最後にやってみてもいいか。開けしの
いや最後まで喋らせてくれ。